エンジニア、マーケター、デザイナーの案件探しなら DYM テック。希望の働き方に合わせてご案内します。詳しくは概要欄をご覧ください。年収チャンネルの民国です。今回は年収メンバー1日密着ということで、僕のとある1日をお届けしたいと思います。どうぞご覧ください。おはようございます。まず起きたらシャワーで整えて、今日は商談がたくさんあるので準備していきたいと思います。というわけでシャワーを浴びてきて寝癖は直したんですが、変わってますかね。訪問商談の時はワックスつけるんですけど、基本的にオンライン商談の時はあんまりワックスはつけてないです。じゃあスイッチ入れたんで仕事していきたいと思います。今日6社商談があるので、1社目の新規のお客様から打ち合わせしていきたいと思います。めちゃくちゃいい媒体だと思ってるんですけど、大体どこの会社さんも35歳以下で、不動産経験があればベスト、営業経験があればいい、で転職歴は2回までっていう条件を結構いただくことが多くて、すいません、改めまして年収チャンネルの上国と申します。お時間ありがとうございます。簡単に自己紹介と今回転職をちょっと検討されている経緯を教えていただいてもいいですか。どのぐらいで振りたいの。この上下動は絶対できないから OK なんで、今日3商談目ということで、ここの企業さんは今日役員さん、社長さん含めて11人相手に SaaS 系の商品をプレゼンするっていう機会なんですけど、今日までに何度も担当の方々と打ち合わせをしてきて、僕も練りに練ってやってきたところなので、気合を入れて商談していきたいと思います。ということで商談終わりましたが、今16時35分で、次17時から商談なんで、タクシーで向かっていきます。僕としても今日の提案っていうのは自分なりに新しい挑戦でもあったし、ここでもしお付き合いできるってなれば全力で力になりたいなと思うし、クライアントさんが興味持って話聞いてもらえるっていうのは一番自分にとって楽しい時であり、これがまたお付き合いにつながれば何にも変え難い、どんな仲がいいやつだと飲んでるよりも自分が生きてるっていう感じする瞬間なんで、今の企業さんに関してはまた密に連絡取りながら動いていきたいなと思います。ちょっと SSL でウェブ商談です。おお、お疲れです。 SSL コワーキング山本君のやつ。お疲れ様です、兄貴。やめてよ、普段そんなこと絶対言わないじゃん。採用ホームページの構築の内容を今日決めていきたいと思うんですが、どういうデザインにしていくかっていうのを一緒に決めていきたいと思っております。年収チャンネルメンバーが直接面談、あなたにぴったりの求人をご紹介。詳しくは概要欄をチェック。すいません、取り組みで今日はインターンの子たちを連れて飲みに来ました。普段インターンは週2で集まってるんですけど、まあ終わった後こうやってみんなとご飯食べてて、ちょっと女の子引き連れてるみたいに見えるんですが男の子はカメラ持ってるということで、女の子だけを引き連れてるわけではないということをご理解ください。私の中でタミクリさんインターンやってるモチベーションが2つあって、1つはタミクリさんの近くでいろいろ学んで、実際に私が商談してアドバイスもらったりとか、三國さんが商談してるところを間近で見るとかして、うん、営業ってこうやるんだっていうのを学生のうちに知れたっていうのはすごく自分のためになるかなっていう。もう一つは私の知らない世界をいろいろ見れる XS 界隈みたいなとことか、大学中退してフリーランスとか、めちゃめちゃ稼いでる社長の方とかと知り合う機会が本当に今までなかった。はい、そうすると知り合ってお話しさせていただくだけで自分の視野が広がるんです。楽しいです。なんで応募してくれたんだっけ。もともと年収チャンネルを見てて、うん、お家行くやつ、あ、カモンさんがお家来たやつね。そうです、うん、その時にインターン募集してるっていうのを見て、将来人と喋る仕事がしたいっていうのと、もともとバイトで 2C 営業してたから、もっと視野を広げた営業したいなと思った時に、話術とかを見てて、自分もなんかこうやって人詰められたらいいなって。おい、なんで人詰められたらいいなって人とうまく喋れたらいいなでいい。編集チャンネルとか見てる人が多くて、うん、先輩とかもえ、いいなみたいな、俺も学生だったら言ってたみたいな人も多くて、で今続けてるのも楽しいっていうのも、メンバーがすごい優しいっていうのもあるし、うん、自分がいい大学じゃないのもあるから、他の大学の人たちからいろんなことを自分に吸収できる機会が多いっていうのが一番大きいです。今3年生やんか、で就活今インターン動いたりとかさ、はい、日系企業だと3月から動き始めたりするやんか、どういうとこ行きたいみたいなのは今あるのか、まだ全然ないのか。人材広告系には行きたいなと思うんですけど、ちゃんと企業研究ができてない自分がまだいるんで、
ここから変わっていくかなっていうのがあります。なんで人材広報系がいい？テレアポをしてて、いくら断られても嫌だなって思う時もあるけど、その嫌だなって思うことに対してムカつくから迎えかけようとか。わー、先生の才能だね。負けたくないじゃないですけど、横に負けたくないんじゃなくて、横はもうチームとして一緒にいて、自分に対して勝ちたいっていう思いができるから、テレアポとかで何言われてももう一回かけ直したりとかしてます。なるほどね。向いてますか？めちゃめちゃ向いてると思いますよ。ただ、結果が伴ってないですよ。これから出します。これからね。だいたい週1回は、いや2回はこんな感じで楽しく飲んでおります。お疲れ。今日一日密着で、年収の疲労骨折とこれ、ゴルフのしすぎゴルフのしすぎって、そんなしてた坊主になるみたいな話ですよね。それ自分もね。青くんか僕か、上本くんか飯田くんが11月30日にゴルフコンペをやって負けたら坊主という感じで、いつもこんなメンバーで飲んでおります。これにて今日の僕の一日密着は終了ということで、ありがとうございました。じゃあこれから夜遅くまで飲みます。いいね。